はい、ではカードヒーロー続きやっていきましょう。トーナメントなんだっけ、あ、そっか、前回なんだっけ、サンダーのなんだっけ、岩城くんだったっけかなんかと戦って、エキシビジョンマッチかみたいなのやった後だったんだよね。そしたらクラブ対抗戦みたいな感じ。あー、クミちゃんそういえばいたね。クミちゃんいつ牧場から帰ってくるのじゃろう。寂しいのひろし、多分決勝がクミちゃんかもしれないですね。はいよ。外へ出られない、マジか。お金ないから外出てもしょうがないんだよな。結局じいちゃんとなんか戦ってあげたらみたいな話も出てなかったっけ。そうだよ、気合いだめ移動モンスターのこと、マジカードのバトリカードのコツ。あ、やった。そう、なんかお小遣いくれるとか言ってた気がしたんだけどさ、もらえたことねえなと思ったけど、定期的にやっぱ話、ショーのあれかな、変わり目ぐらいにやっていかないとダメだったのかな。ちょっと待って、お金1パックいくらだっけ、120円ぐらいだっけ、150円か、結構足りねえな。ないです。少年も所属？クラマさん。大体みん、第3話目指す。まだ第3話結構進んだかなと思ったけど、まだまだか。さあ、いよいよお待ちかねのトーナメント大会が始まるぞ。2勝して決着をつけたバトルだけが先に進むことができる。いつもだな。負けたらそこまで、はい、さよなら。じゃからスリル満点じゃぞ。このバトルでは勝ったごとのメダル3枚なし、その回豪華な賞品をプレゼント。マルヒゲの店長がよりすぐったカードが欲しいもの1枚、素晴らしい。勝つごとにもらえるの？またアミちゃんか。タメオくん決勝。あ、コマイくんっていうのがあれ、覇者ですか。ユイチくん。ユイチくんはあの男の子か。あ、サンダーは杉山か。まだじゃあ杉山と当たるってことね、これきっと。では始めよう。さあ、ヒロシくんも席につけため。お互いに悔いのないバトルをしましょうね。アミちゃんとよく当たるような。バトルの前にデッキを調整してもいいわよ。でもね。むやみにデッキをいじるのは考えものよ。いじるほどのカードを持ってないんだよ、残念ながら。さあ、じゃんけんよ。勝負はもうここから、いつもね、負けてんだよ。ほら。ね、じゃんけんさ、俺何回ぐらい勝った？俺。一回ぐらいしか勝ってない？どっかで一回勝ったような気がするんだよ。ガチで勝率1割切ってんじゃないかな、じゃんけん。いやー、やり直そう、これは。ちょっとあかん。前衛にはまだいいんだけど。ひぃ、割とまずいな。この1回で負けるってことになんないから言うね。あの、2戦はやらせてくれるじゃん。アミちゃんもウォーターだっけ。しかも先発ジャレスなんだよな。うまく育ってくれればいいんだけど、ここで引けばいいか。いつもそんなこと言ってけ。お、引いた引いた。やる、言ってみるもんだ。ちょっと待って、ジャレスさんさ、これなんだ、貫通だっけ。スルーショットは貫通か。じゃあ斜めにいた方がいいから、こっちか。でよ、ウォーター出して、このさ、鶏はなんだっけ。結構、結構あれか、2マス飛びで進化すると桂馬飛びになるのか。じゃあ相手の攻撃、あー、でも使っちゃうのか。待って待って、1回さ進化することによってさ、スポーンのあれ消える？あ、消える消える。だ、あれ全然ありだ。それならあり。相手のもう光栄を消すために働いてもらいましょう。ターン。んー、どうしようかな。なんだっけ。もう名前を思い出せないよ。マナトットさんだ。来た。マナトットさん。ハードシールド。あ、びっくりした。いきなし来るか。
でビヨンドさんと右の彼は何だったんかな、覚えられないね。あ、ガンターだ。まあもうこれは一気にいっちゃってオッケー。おお、あ、ケツから発射したぞこいつ。はいよ。あ、HP 曲がんないね。まあとりあえず気合を解除しとくべき。あ、ジャリスさん通常で2は強いな。そっか、こういう時に1ダメージ与えられるって全然違うよね。そうすると次のターンでヤンバルさんと一緒にさ、ポンカーさん、今確認、ちょっと名前わかんないから確認したんですけど、ポンカーさんを倒せるからジャレスのレベルが上がるんだよね。で、マナトットさんはまだ無視でいいかな。お、ウェイクアップだ。そうするとやばいぞ。ジャレスがやられる。まずい。それは困るな。ジャレスが先に消されたのはつらいぞ。うちヤンバルさんでしょ。ビビビ。ガンターも光栄だったよな。あ、タコッケーさん来た。とりあえずじゃあスポーンでさ、後ろはやっとくでしょ。ケツから出すセンスよな。あ、 HP4 まで上がるんだ。じゃあ全然あるじゃんね。しかもスポーンあれか、ゼロになるのか。そりゃ強えわ。まず移動か。移動で下げて、でここに出す。ウェイクアップはもう考慮に入れてもしょうがないよね。じゃあこれでターンエンドで。私のリードね。いや、ジャレスやられたの結構でかいな。マナトットさん、1って結構怖いよね。あれ、ポンカーが移動したぞ。新たなる前衛が。どうしましょうか。まあここはまずウォーターのレベルをしっかり上げるところから始まり、あってどうすっかな。ポンカー、ポンカー倒しとくべきかしら。あ、違う、スポーンが、ああ、なるほど、二足飛びと桂馬飛び両方選べるってことか。いや、ここはもうとりあえずポンカー消しとくべ。いつも迷うんだけどさ、敵のモンスターを削るのか自分の相手にダメージを与えるのか、これのタイミングがなかなか難しいよね。ポンカーさん、ルビーじゃなくて、なんかルージュ、うん、
ハートアタックか。ああ、狙いに来るのこっち。へえ。ちょっとこれどうしよっかな。まあ吹き飛ばしで対面に飛ばしていいでしょう。ここはまあこれでよし。ちょっとこのターンポンカー倒せないんだよね。でちょっとルージュの方がルージュ残しときな、何残しておきたくないので、とりあえずケツから倒しておきますね。これどうすっかな。気合を試させとくのもありだな。ダメージを減らす意味も兼ねて。ふう、タコッケーさん、お、よしよし、これはもう狙って全然いけるね。とりあえず正面を行き、これもさ正面だよな。吹き飛ばしでちょっと斜めに行けないっていうのが。んで今ちょっとさ、俺倒せる気でいたんだよ、タコッケーさんを。でもこいつは二足飛びだったわ。それはどうしよっかな。一応ハードシールドつけてもいいよね。もうこれ以上手札持てないでしょ。ただハードシールドをとりあえずやっとく。デウォーターを守ってターンエンド3だから、そろそろ一斉攻撃してもいいよね。123、パワーダウン。あー、これ防がれちゃうか。防がれてるか。待て待て待て、1、2、サンダーがあるから大丈夫か。石も足りるよね。吹き飛ばし、ポンポン、サンダーで OK だな。よしよしよし。これレベルチェンジじゃん。よし、お疲れ。ジャレスさんのあの強化攻撃でアミちゃんを攻撃したいんだよね。どんな反応するかを見たいんだ。オッケー、まずは一勝。キャー、負けちゃった。一勝ごとにカードくれるのかな。クソ、優勝だけ負けないからね。デッキになってる名前が強化されてんだな。前なんてデッキやったっけ。いや、これはこのままでいいかな。ちょっと頑張ってジャレスさんを強化していこうぜ。こっちまだ1勝してるから。
全然ありだよ。タコッケーさん、この場合はヤンバルさんはどっちに出すべき？でもどっちにしろ相手の手前の攻撃はできるからどっちでもいいような気はするんだよな。キョロちゃん、サムネがキョロちゃん、キョロちゃんだよね。タマエンド、ライバル、よし私の番よ。お、ちょっと待て、顔を倒しました。正面に出してくれないと困るな。あ、でも先行が今回いつも高校すぎてあれだったね。ガンターよりはヤンバルの方がお利口だよね。そうだよね。まあ HP が高いのか。いきなしジェレスレベル上げてもいいのかもしれん。問題は2で足りる？待って、ジャレスさんってさ、いや、やっちゃうか。試しだ。始めはどうせやることなんてないからな。知ってた。スカ。今んところあれか？3分の1ぐらいじゃないですか、成功率。2回ぐらいあったっけ？これを今使うべきか悩むところだ。やめといた方がいいかもしれませんよ。あー、王だね。レベルが上がんないと、スルーショットは打てないんだよね。なんだ、パワーアップ。パワーアップするときは、意外と、プレイヤーにアタックしてくれるんだよね。そうそう。リュージュも追ってけんよな。次これがとりあえずまだダメージがないのがいいよね。 1,2,3 HP5 倒しきれないか。無理やり倒すか、これ無理やり倒せんな。ヤンバルパワー使えばなんとかなるぞ。今回俺はジャレスを育てると決めたからな。速攻で決めてね。よいしょ。するぜ。そう、レベルアップするときに石を使うっていうのをさ忘れがちなんだよね。どうも。ぶっちゅーはアミちゃんよりはタコケさんに行くか。アミちゃんにぶっちゅーはしたい。かっこじゃん。だけど仕方ない。これスルーショットで後ろのルージュ倒せんだよね。やばいよね。パップしたら5だから、いいじゃレスに来ないで、削らないで。4は結構やばいから。よしよし、ここは総攻撃かけるべきでしょう。パワーアップだ、一気に。いけ、パワーアップ。スルーショット5、2ダメージ、え、3ダメージか。えぐ、おー、やん。割と想像通りだったな。いや、これはもう追い込んだでしょう。
ウェイクアップでジャレスがやられるぐらいしかないから。わあ、ピンチだわ。ピンチじゃなさそう。ジャレスエグいな、やっぱり。で、相手がこれ後ろに出して、ウェイクアップで、ビヨンドさんかなんか出して、ジャレスがやられたら、まだターンかかるけど。やったー！圧勝ですね。ジャレス育つとあっちゅう間だね。だって2ダメージだもんな。プレイヤーに2ダメージはエグいわ。やん。こりゃ強い。やったぜ。ヒロシ君今顔のパート同じじゃなかった？色が違うだけだったんじゃない？輪郭とかも。私の分はね、頑張って。割と近かったな。タネオ君がすぐ負けている。あっちゅう間に負けちゃって、他の国もケチがついてた。うーん、やっぱり今回も杉山君と小林君が勝ち残ったか。では、杉山君とヒロシ君2回戦の試合を始めた前、強制か。小林君に挑戦じゃ。あ、え、小林君ってあのちっ左のちっちゃい子が小林君か。あれがゆういちくんじゃなかったっけ？右上でいるのがゆういちくんだったか。しかしここまで初優勝を目指し、今日の俺は気合が違うぜ。この間君にあげたカードもちゃんと補充しておいたから戦力ダウンはなしだ。何もらったっけ俺。